まずは CD 情報です、うん、僕のヒーローアカデミアのオープニングテーマポルノグラフィティのザ・デイの CD が5月25日水曜日に発売でございます。イエイエイ。いやかっこいいですねこちら。いやーダーマス君ね歌とか大好きだもんね。大好きです。どうポルノグラフィティさんが俺大好きで、人生で一番最初に初めて買った CD がポルノグラフィティさんです。おそうだったんですね。青春とともに。そうなんだ。中学1年生か2年生ぐらいの時にですね、まあ、でもかジョバイロという CD です。あ確かに確かに。いいよね。カラオケ行ったら必ずしも歌ってた曲とかもありましたもん、ね。あるあるある。ありましたよ、ね。ファイアールポルノさんは。いや、だから自分が出る作品の主題歌をポルノグラフィティさんがするって聞いた時に、めちゃくちゃ興奮しましたね。僕もです。歌えるね、じゃあね。はい。いや、歌える。この曲がまた難易度ちょっとこれ。俺は歌えないんだけど。高すぎる、これ。あ、高いよね。だって僕、あの、リハブイとか、ポルノ放送を聴いてる時に、オープニング一緒にいつも歌うんですよ。わかる。俺も一緒。歌う、歌う。全然出ない。そう。だから、あのね、パッあのそう今出てたけど、あの番組始まる前に結構見たりするんだけど、はい、みんなで大輝くんが口ずさむと、で人前でやっぱ口ずさめないのね、歌えないから。大輝くんが楽々歌ってるから、はぁふざけんなよ俺だよ。うわわかる。そううちら声質的にはハスキーになっちゃうよね。うえやってやって恥ずかー死ねばいいんだよ。